日南市の南郷城跡の河津桜が見頃を迎えました。早咲きの桜として知られる河津桜ですが、開花が去年よりも遅れています。淡いピンクの花を咲かせる河津桜は2月8日頃に開花が確認され、去年より2週間以上も遅い開花です。木によっては5分から8分咲きになっています。標高約120メートルにある城跡ではおよそ50本の桜が楽しめ、日向灘が一望できます。2、3週間ぐらいちょっと遅めの開花となりました。はい。で、ちょっと花数の方も少ないんですけど、でも今年も綺麗に元気に咲いていただきました。はい。ここの河津桜はですね、海をバックに桜が楽しめるっていう唯一の場所かと思います。で、すごいピンク色と海の青と空とすごい映えるんで、皆さんその景色を楽しまれてみてはいかがでしょうか。海と花のコントラストが美しい南郷城跡の河津桜は2月下旬頃まで楽しめるそうです。